まあこっちがこの釣ったものをすぐさばいて出してる感じなんですね。で刺身とかの場合もう全部刺身にした後でもピクピクまだ動いてるんで。マグロ、魚にとって、日本人にとってすごい身近な存在だよね。というのは、海が全部日本を囲んでるし、で海がないあの場所でも池があるから、必ず魚いるしね。でも食生活の中には切っても切れないものだし、で新鮮な魚が食べられる国だから。まあこっちがその釣ったものをすぐさばいて出してる感じなんですね。で刺身とかの場合もう全部刺身にした後でもピクピクまだ動いてるんで、新鮮な本当に生きたままの刺身を食べられるっていう、そんなお店です。マグロ女、マグロ女、マグロ女と、それいいの、それ大丈夫ですか？マグロ、日本でマグロ女っていうのは全く動かない。何言っても動かない。何言っても喋らない女の子のことだから、あんまりなんか。マグロみたいな女の子はダメだな。セックスの時に何もしないのがマグロ女っていう、こう日本の昔からこうなんだろう、こう言い伝え、なんかジョークみたいな。
そういうことを考えた人がいないぐらい密接につながってる。特別なものではないぐらい特別。その当たり前というぐらいだね。